はい、どうも、モバイルドットコムです。ついにあのスマホが届きました。パリでの発表会後非常に話題になったカメラスマホ、ファーウェイ P30、P30 Pro です。今回は外観を見ていきながらスペックについてもお話ししていきます。詳しいファーウェイ P30、P30 Pro のレビュー記事も公開しておりますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは早速 P30、P30 Pro を開封していきましょう。付属品は2機種とも基本的に同じです。 AC アダプター、 Type C ケーブル、 Type C イヤホン、 TPU 保護ケースも入っていますが、国によって入っている入ってないが決まります。国内版はおそらく TPU 保護ケースが入っています。その他には説明書、 SIM ピンが入ってます。それでは外観を見ていきます。こちらが P30、こちらが P30 Pro です。 P30 Pro の方がずっしりとした感じがします。光の当たり方によって全然色味が変わってくるので非常に綺麗です。カラーはブラック、パールホワイト、オーロラ、アンバーサンライズ、ブリージングクリスタルの5色展開です。今回 P30 はオーロラ、 P30 Pro はブリージングクリスタルを選びました。ディスプレイは水滴ノッチを採用していて、ファーウェイ P30 は 6.1 インチ有機 EL ディスプレイ、 P30 Pro は 6.47 インチ有機 EL ディスプレイを搭載しています。どちらもアスペクト比 19.5:9、 縦長なスマホになっています。CPU は最新のキリン980を搭載しています。メモリは 6GB もしくは 8GB で、ストレージは P30 は 128GB、P30 Pro は 256GB と 512GB が存在しています。次にカメラです。ファーウェイ P30、P30 Pro は、広角カメラに世界初、ファーウェイスーパースペクトラムセンサーを採用しています。一般的なセンサーに比べて 40% 感度向上を実現しています。要するにたくさん光を取り込め、暗いところでもとても明るく撮れるということらしいです。まずファーウェイ P30 のメインカメラはライカトリプルレンズカメラを搭載しています。4000万画素の広角レンズ、1600万画素の超広角レンズ、800万画素の望遠レンズ。望遠レンズは広角3倍ズーム、5倍ハイブリッドズーム、最大30倍デジタルズームが使えます。インカメラは3200万画素のシングルカメラになっています。次に P30 Pro のメインカメラはライカクワッドカメラレンズを搭載しています。4000万画素の広角レンズ、2000万画素の超広角レンズ、ペリスコープ800万画素の望遠レンズ。望遠レンズは広角5倍ズーム、10倍ハイブリッドズーム、そしてとても話題になった最大50倍デジタルズームが使えます。これにより月も綺麗に撮れるというカメラになっています。被写体との距離をつかむ塗布カメラも搭載されています。インカメラは P30 同様に3200万画素のシングルカメラです。最後に側面を見ていきましょう。 P30 にはイヤホンジャックが搭載されています。 P30 Pro はイヤホンジャックが非搭載です。こちらが P30、 こちらが P30 Pro になります。また充電端子は Type C コネクタ、どちらも同じく右側に電源ボタンと音量ボタンがあります。防水性能は P30 は IP53 防塵防水仕様、 P30 Pro は
IP68 防塵防水仕様に対応しています。スピーカーはモノラルスピーカーを搭載しています。ファーウェイ P30、P30 Pro の開封レビューはいかがでしたでしょうか。カメラが話題になりがちですが、スペックもしっかりしたハイエンド、またデザイン、カラーともに特徴的なスマートフォンになっています。話題のカメラについては近日中に実際の写真をお見せしながら、それぞれのレビューやカメラ比較も行いますのでお楽しみに。今回ご紹介したファーウェイ P30、P30 Pro の一足早い詳しいレビュー記事は概要欄のリンクからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッターもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。